きつけのカフェに。カフェしかすることないから。よく来るんですか。もうしょっちゅう、ほぼほぼここっすよ。でもね、結構ね、終わんのも早いんですよ。あの最終予選の緊張感で、ましてはこうチームがあんまうまくいってない時の、あの緊張感は結構強烈でしたね。まやくんとトミが怪我して2人出れなかった時あったじゃないですか。で急遽俺と翔吾さんが中国戦、サウジ戦に出た時も、もうここで本当ダメで、チャンスつかまえるともうダメだよって思ってたんで、いやもう優勝しないといけないですね。もう優勝しかないし、それ以外も考えられないし、そのためにね、そこの優勝に本当に自分自身が活躍してね、貢献したいなっていう思いですね。